はいこんにちはこんばんは佐藩ですいつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルは年金生活趣味資産形成などの面からシニアの暮らし全般を私の生活を元にお伝えしているチャンネルです今回は10月の年金についていくつかわからないところがあったので10月の年金はな謎,謎だらけ前編 という動画をアップしました今回はその謎疑問について市役所で聞いてきましたのでこの動画でお伝えしていこうと思いますまだ前編をご覧になっていない方はそ,こそちらから見ていただくことをお勧めします視聴者の方からも長文のコメントをいただきとても参考になりましたありがとうございましたえっと特にこれから66歳を迎える方 見ていただくと参考になるかと思います。まず疑問の1です。8月に比べて10月は年金がとっても減りましたが、どうしてという疑問です。はい、回答です。これは、私が66歳になったために特別徴収に切り替わり、国保と介護保険料、住民税が年,年金から転引きになったということです。今まで年金を支給され ていた分から口座引き落としになっていたのがあらかじめ年金から引き落とされ支給されるということですえっ、ー、とこれが自動的になったのでねあのちょっと戸惑ったということですちなみにですねちなみに特別徴収というのは以下のような人が対象です丸市世帯主が国保に加入しており世帯の各 国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合。国丸2国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合。丸3国保世帯主の介護保険料と国保税の合計額が特別徴収対象の年金受給額の2分の1を超えない場合。丸4国保税について口座振替による納付方法を選択しない場合。 という場合で、私の場合には、丸1に当たりますかね。はい。疑問の2番目です。特別徴収で年金から引かれている国民介護保険料、国民保険料、住民税は、10月11月の2ヶ月分なのか、10月分の1ヶ月分なのか、という あの、疑問だったんです。もし1ヶ月分だとしたら、あの、10月にこれだけ払い、また11月に5万5千円しか支払わなくてはいけなくなります。で、答えなんですけれども、2ヶ月分引かれているということなので、改めて11月はペット口座から引き落とされたり、 で支払ったりする必要はないということとですとりあえずほっとしましたが、私がなぜ10月の1ヶ月分なのかと勘違いしたかというと、国民健康保険料の3万8300円ですかね、これは9月まで支払っていた1ヶ月分と同じ金額なんですよね。 なので、9月も38,300円払った。10月も38,300円払った。で、12月も38,300円払う。間の11月は別途38,300円を口座振り替えで落とすのかなと思ったんですよ。ですが、この金額が2ヶ月分だとすると、単純に私の10月からの国民健康保険料は9月までの半額になったという ことですよね。え、そんなに綺麗に半額になるんですかね。はい。4月、6月、8月は仮徴収なんですよね。つまり本当の金額が、今年度の金額が定まらないので、昨年度の給料を参考にこんな程度かなということで、予測で徴収してたんですよ。で、10月から本格的にその金額が分かったので、まあ仮に、 4月、6月、8月で集めた金額を差し引いた、その残りを、この10月と12月と2月の3回に分けて徴収しますというものなんですが、波数が出ていいと思うんですよね。だってここの金額そもそも分からなかったから仮になってるわけですよね。でそのか分からなかった金額を差し引いて本徴収になり、しかもそれを3で割ってるんで、結構な波数が出ていいと思うんですけれども、 綺麗に、9月分の1ヶ月分までの半額になってるんですよね。え、そんなことって、そんなに綺麗に半分になることってあるんですかって聞いたら、えー、市役所の方も笑っていて、あ、たまにはそういうこともありますね、みたいな説明でしたので、それ以上突っ込んでこなかったですけど、はい。まあ、疑問、あの、2番目の疑問は、こういうことでした。はい。3番目はですね、個人住民税です。 私、住民税は一括納入してあるはずなのに、なんでま、あの、また、この後期分ですね、10月、12月、2月、来年の4月まで、住民税払っていくんですかっていうことを聞いてきました。するとですね、こんな答えでした。えっ、ー、と、私は昨年までですね、あの、再任用として、 4時間ずつ勤務してたわけですよ。で、それに対する給料が130万年間で発生したらし,らしいんですね。で、それを、そ、その金額をもとに、あの、計算式で計算してくると、130万の給料に対して、ほぼ13万の住民税がかかっていたと。で、それを4回の4期に分けて、3万4700円、3万2000円、3万2000円、3万2000円,円と、 あの打ち出されてきたとでそれについてあの私は全額払いましたということなんですが今回ついているのはですねこの年金に対してついているついてくるあの住民税ということらしいですで年金に対する住民税もですね24002000ということでもってここまでは1期2期まではこの一括納入の段階で支払われているそうです で、残りのこの3期、4期の分が、ここの4400円ですよね。1期、2期。それが4400円分を 3, 3回に分けて、あのー、納入するということで、1600円、1400円、1400円というのが、あの、決まってきたそうです。 ま、はい、まとめます1番10月からは今年度の本徴収になるので8月までの年金支給額とは年金そのものが違ってきます2番66歳からは特別徴収ということで年金支給額から介護保険料国民健康保険料個人住民税が引かれてきますそれまで 口座引き落としをしていた人はその点を承知しておく方が良いただし、ここで引かれる金額は2ヶ月分なのであの、まあ、年金好きの時に引かれるだけということで一安心です3番、年金以外に所得のある人で例えば給料などですね、住民税を一括納入した人はその一括納入分というのは給与所得につく住民税であること。 なので、10月からは年金からまた引かれる住民税があるということです。一度納入したのに、あ一括納入したのにどうしてと疑問に思うことが、疑問に思う人が多いそうですが間違いではないということです。はい、10月の年金は以上のように8月までとはいろいろな点で違います。そして、 さらに年度途中で66歳になった人はさらにいろいろな点で違ってきますまず年金支給額から国民健康保険料介護保険料住民税が転引きされてきたりね手取りの支給額がかなり少なくなるということですでこのようなことを理解した上で日本年金機構からのハガキを見直してみると改めて分かることが多いので再度見直してみてはいかがでしょうか 市役所の方も年度途中で66歳になられた方はやっぱりあの疑問に思ってくる方多いですよとおっしゃっていましたはい最後までご視聴いただきありがとうございました年金税金について参考になったという方はチャンネル登録をお願いします それでは次回の動画でお会いしましょう。サガン,サガンでした。See you. Bye bye.